日向坂46斉藤京子、冠番組での憧れとは、一番の目標みたいなものでもある。9月11日、テレビ朝日系、キョコロヒーに日向坂46、斉藤京子が出演し、同番組での目標を語った。番組では今回、スタッフが秋元康氏に歌詞を依頼し、キョコロヒーで歌を作りたい、と、番組オリジナルソングの制作を斉藤とヒコロヒーに提案する場面があった。バル、これを受け、斉藤は、私は、キョコロヒーの一番の目標みたいなものでもあるので、としつつ、バラエティ番組初のオリジナルソングに憧れがあると説明すると、歌に自信がない方でも、カラオケで、これ入れようって言えるような曲、めっちゃ覚えやすいやつがいいですよね、と発言。さらにその後、私、紅白、出たいです、キョコロヒー、で、と NHK、紅白歌合戦、への意欲も見せると、ヒコロヒーは、夢が大きくていいねー、とコメントしてスタジオの笑いを誘った。